埼玉高速鉄道線、埼玉高速鉄道線、埼玉高速鉄道線、埼玉レールワイラインは、東京都北区の赤羽岩淵駅から、埼玉県川口市を通り埼玉市緑区の浦和溝の駅までを結ぶ埼玉高速鉄道の鉄道路線。両端の駅以外、すべて川口市の駅となっている。駅ナンバリングで使われる路線記号は SR。 2015年11月27日、路線相称は埼玉スタジアム線、埼玉スタジアムラインで、ほとんどがこの故障で案内されているが、現在でも埼玉高速鉄道線と案内することが少なからずある。東京メトロ南北線を終点の赤羽岩淵駅から埼玉県に延長する形で、浦和美園の駅に至る路線である。路線の大半は地下を通り、 浦和美園駅及び隣接する車両基地の道上にある JR 京浜東北線と東部伊勢崎線、日暮里、舎人ライナーに挟まれた国道122号岩月街道や日光なり街道沿線の川口市東部、北部及び埼玉市東部と都心を結ぶ路線としての役割を担っている。特に本路線の開業まで鉄道が通っていなかった旧鳩戸ヶ谷市は バスのみだった交通状況が大きく改善された。また、浦和みその駅は埼玉スタジアム2002への主要な交通手段として利用されるともに、駅周辺はみそのウィング式と名付けられた大規模な区画整理が行われた。2001年の開業以来6両編成で運転しているが、将来は8両編成で運転できるように、全駅のホームが8両分確保されている。 臨時ホームの浦上園駅3番線を除く。現時点では6両編成のため不要な2両分のホームは柵で仕切られて立ち入りできないようになっている。東京地下鉄管理の赤羽岩淵駅を除き各駅にレインボーカラーを使用したステーションカラーを採用し、それをホームドアなどに配色している。またベンチにも工夫を凝らしている。発車メロディは 赤羽岩渕駅を除くすべての駅で、南北線の旧発車メロディ、A 線、B 線を使用している。本路線は、荒川を横断する鉄道で唯一地下を抜けている、赤羽岩渕川口元宝館の国道122号、新荒川大橋すぐ西側。線路トンネルの下部には、環境用水の導水管が川口、元宝駅付近から1 2トルにわたって、 併設されており、水質の悪い綾瀬川や芝川など4つの河川に荒川の水を引き込み、水質改善の試みが行われている。浦和美園駅から東武野田線岩月駅を経て、JR 宇都宮線、東北本線蓮田駅に至る路線延伸が検討されている、今後の予定の不死参照。直通先の南北線や東急目黒線からの連絡乗車券などは、 東京メトロ東西線の直通先を東洋高速線と表示するのにならい、埼玉高速線と案内及び表示されている。ただし、東洋高速線はそれ自体が正式名称、事業者、東洋高速鉄道の路線、東洋高速線であるのに対して、本路線は埼玉高速鉄道線、事業者、埼玉高速鉄道の路線、埼玉高速鉄道線が正式名称である。 2002年3月には、綾野国スタジアム線という路線愛称が付けられた。しかし、車内や駅構内の案内放送では全く、故障されていない上に利用客にも定着せず、埼玉高速鉄道側からも、埼玉高速鉄道線での案内となっている。2015年4月、綾野国スタジアム線に代わる、新たな路線愛称を公募して、車内選考により、埼玉南北線。 埼玉スタジアム線、スタ線、サイスタメトロラインの3案に絞り込み、一般から最終投票を実施した。その結果、埼玉スタジアム線、サイスタ線が選ばれ、11月に使用を開始した。本路線は、1972年、昭和47年の都市交通審議会答申第15号において、東京7号線の埼玉方面への延伸区間として、 川口市中央部、浦和市東部間が定められたのが始まりである。その後1985年、昭和60年の運輸政策審議会答申第7号では、埼玉県内は、鳩ヶ谷市中央経由で東川口から、浦和市東部へと変更された。1992年、平成4年に、埼玉県、沿線三市及び低都高速度交通営団、現在の東京地下鉄、 東京メトロ等により、第三セクター、埼玉高速鉄道株式会社が設立され、1995年、平成7年に着工、2001年、平成13年3月28日に、赤羽岩渕浦和美園間が開業した。建設費用は2561億円、1km あたり175億円で、ある。定期列車は、 全ての列車が東京メトロ南北線と相互乗り入れを行い、東急メグロ線とも直通運転を行っている。東急メグロ線では急行列車の運転が行われており、赤羽岩淵方面域の一部の列車が急行の種別を表示した上で運転されているが、埼玉高速鉄道線内及び東京メトロ南北線内は各駅に停車する。当初は各駅停車においては、 行き先のみ表示されていたが、2018年頃より一部列車で確定。各駅停車と表示するようになった。日中は浦和味その発着の列車が毎時5本。そのうち1本が目。黒線内急行鳩ヶ谷発着の列車が毎時。日本から3本。そのうち1本が目。黒線内急行または全列車各駅停車となる。前線で ato による。 自動運転及びワンマン運転を実施している。車内放送は2004年、平成16年4月1日以降は、東京メトロと同じく、日本語は、森谷真由美、英語は、クリステルチアリが担当している。2004年、平成16年3月31日以前は、英団地下鉄と同じく、清水真希子、英語はなかった。埼玉スタジアム2002でのサッカー J リーグ、 試合開催日及び、FIFA、国際サッカー連盟主催サッカー、国際試合開催日には、臨時ダイヤが組まれ、列車が増発される。また試合終了後、浦和みその方面からは折り返し設備がある、鳩ヶ谷港や市谷港など、通常ダイヤでは運行されない行き先の臨時列車も、運行される。過去には、臨時列車、港未来号が、 日吉駅から先の東急東横線を介して横浜高速鉄道港未来線の元町中華街駅まで直通運転を行っていた。道路線の開業により東急の車両が営業運転として初めて埼玉県内でも見られるようになった。各列車の車両の所属は列車番号で判別でき列車番号末尾アルファベットの M が 埼玉高速鉄道の車両、K が東急の車両、S が東京メトロの車両となっている。また、5桁の数字で表記されている東急方式の列車番号では、上2桁が運用番号を表し、01から29が東急の車両、30から78の偶数番号が東京メトロの車両、80以降の偶数番号が 埼玉高速鉄道の車両となっている31以降の奇数番号は東京都交通局の車両。なお、東急車の運用は三田線運用と南北線、埼玉高速線運用とで別々に組まれ、奇数番号が三田線運用、偶数番号が南北線、埼玉高速線運用となっている。また、各車局間の走行距離調整の関係上、東急車は 目黒線に乗り入れない列車、白金高は金折り返しなどにも使用されている。道路線の計画当初における1日平均輸送人員は23万人と予測していた。この予測値は開業直前に下方修正し、開業翌年度に当たる2001年度の1日平均輸送人員を10万5千人と予想していた。2004年度に14万6千人まで増加し、以後は、 毎年2000人ずつ増加すると予想していた。しかし、実際には2001年度の1日平均輸送人員は4万7000人に止まり、開業直前に予想していた1日平均輸送人員の半分未満に止まった。赤字路線ではあったものの、沿線人口の増加や、駅機能の強化等を背景として、2008年、平成20年度までは、輸送人員が着実に増加した。 その後のリーマンショックや東日本大震災の影響で2011年、平成23年度まで定期外輸送人員が減少傾向にあったが、2012年、平成24年度からは再度増加傾向に転じ、2015年度に1日平均輸送人員が開業以来初めて10万人を超えた。1日平均輸送人員の予測値と実績値を過表に示す。 開業以降の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。2000年、平成12年の運輸政策審議会答申第18号において、2015年までの開業が適当な路線として、浦和美園岩月初田の延伸。 1> 約1 3トルが挙げられている。なお、蓮田駅から先をさらに、白岡市、久喜市、加須市を経由して、羽生島で延伸する計画がある。2005年、平成17年9月には、埼玉高速鉄道延伸検討委員会が、岩月駅で、東部の打線への直通運転も検討することとなり、大宮ルートとカスカルートの2方向の案が、検討されたが、 東部の打線の設備等の構造により直接の乗り入れは不可能であり、東部の打線岩月駅下部に駅舎を建設する方向でまとまった。その後の延伸事業などについては、資金のめどがついてからという最終答申が出ている。その他、利用者の利便性向上などの理由で、埼玉高速鉄道線内で優等列車の運転を実施するかどうかを、 埼玉高速鉄道延伸検討委員会などにおいて検討を行ってきたが2012年平成24年3月13日に地下鉄7号線延伸検討委員会は延伸の可否事態について一般的な目安に到達していないとし現時点では時期尚早との判断を下したただし検討委員会は同時に沿線地域の活性化開発を進めることで プロジェクトの評価を高めることは可能とし、最終的な判断は埼玉県と埼玉市に委ねられることになった。これを受けて、埼玉市は同年4月23日、市役所に地下鉄7号線延伸実現方策検討会を設置し、延伸実現に向けた課題の整理を開始した。10月1日、清水隼と埼玉市長は2012年度内としていた。 岩月駅までの延伸事業着手の延期を表明、沿線の街づくりを進めて5年後の着手を目指すこととなった。なお、延伸計画区間のうち、浦和美園駅、埼玉スタジアム2002件に関しては、埼玉スタジアム2002が2020年に開催される予定の東京オリンピックにおいて、サッカーの予選会場となっていることから、オリンピックまでに早期延伸を要望する声がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。